はい、こんにちは。札幌占い美容室、灰原氏の後藤です。今回は、久々の PU メッシュをちょっと、配合を少し変えてやりたいと思います。ちょっと濃いめの色がいいですもんね。はい、ちょっとダークな感じのカラーにしていきたいということなので、アッシュバイオレットあたりを使って透明感ある感じにちょっと仕上げていきたいなと思う感じですね。はい、まず毛先塗ります。根元は残液に対して定番の、それからトルエンのカラーのですね、ムササビは 5% 入れてます。で、ピールメッシュで、対応していきたいと思います。かなり勉強してるんだ、経済関係だったらそうです。それあれなの、なんかその銀行とかですか？いや、でも最初そのつもりで言ったんですけど、今ちょっと違う大学受験しようか迷ってる。何ですか？はい、じゃあもっとまた、スキルを上げて、そうですね、もっと違う分野を勉強したいと。はい、あ、すごいな、向上心半端ないですね。経済学部からつく仕事って銀行員だったり、はいはい、保険だったりっていうので、はい、AI 発達してて、うんうん、そこに持ってかれる仕事ってことに気づいて、でなんか広告代理店とかちょっと昔から興味あったんで、はい、そういうところだと人のアイデアで、広告作るじゃないですか。ああ、なるほど。数字とかの、関係も見れるし、はい、いいかもしれないです。広告代理店ですか？東京とか？そうです、東京行くとしたら慶応義塾に入りたくて。ああ、そうなんだ、はい、そうですね、こっちだとあんまりないですもんね、そういうのが。 AI にさ、持ってかれるじゃないですか、はい、結構この先。そうですよ、ね、考えてる人と考えてない人結構差出ますよね。なんかもう障害の練習が変わってくるかなと思って。そうですね、はい、どれくらい練習欲しいんですか？でもなんかちっちゃい時に、親に家あげるってずっと言ってて、親に家を買ってあげる、はい、優しい何それ、そんな夢があるんですか？そうです、なんか素晴らしい。ずっとマンションだったんで、応援したい一軒家を買ってあげるってこと？そうです、そうです。そしたら相当稼がないと家買えないよ、ね、そうなんですよ相当じゃないですかそれ。広告代理店行ける良さそうだよね。めちゃめちゃいいと思います。東京に住む不安はないんですか？いや、この間旅行で行ったんですけど、はい、住みたくないなってすごい思っちゃってまあね、ちょっと札幌の方がいろいろ人も多すぎないしちょうどいいなって。東京多いですからね、人ね、はい、サラリーマンね、はい、結構ゾンビみたいでああいう風になりたくないって言うけど、あ、そうです、いやあれね、なると思うよ、ああいう風にしょうがないと思う。あのサラリーマンが悪いわけじゃない、あの満員電車に揺られるとああいう顔になってくるゾンビにもなりたくなってくる。それぐらいあの満員電車はきついですね。疲れた顔してますもん。疲れるでしょ毎朝ほんと。水溶けるのも動いかないじゃないですか？そうなんですよ、ね、そうだよね家は身内がマンション向こうに持ってるので。すごい身内がいらっしゃいますマンション東京に持ってるんですか？そうなんです。でそこ住ましてくれるの？いいよって言ってました。富裕層ということですねかなりのかなりのお嬢さんですね。いや普通のサラリーマンじゃないの , 笑ってごまかすっていうか違う人間の仕事どんどん奪われていってしまうから、はい、っていう仕事がなくなりそう意外と。あ、それも AI でできちゃうんだ。この間ネイルが機械でなんか出てきたじゃないですか、プリントするみたいな。そうですね、あれ知った時ちょっとびっくりしました。そう、ネイリストもやっぱり言われてますもんね、はい、あのいらないし、いらないっていうかその将来 AI に持っていかれちゃう仕事として、ね、次の展開を考えないと。いや、そういうこと何でもできるんじゃないですかね。でも僕らの美容も変わると思いますよ、はい、きっと。なんかアプリとか使ってやるとか。あ、まあ基本的にこういうのは塗ったりはしますけど、情報、はい、だったりとかがもう全部そのデータ化されて、髪の色を写真判別して、はい、この色にしたいのかこの色にしたいのかないのかって、お客さんがアプリ内で選んでいって、はい、じゃあこの色にピッと押したら調合はこれですみたいな感じに、できるようなスマホのカメラ機能になってくれば、まあ楽っちゃ楽ですよね。誰でもできるみたいな、塗る技術さえできればっていう風に多分なるから。もしくは髪の毛もいらなくなるとかね。僕はもうそこまで考えてはいるんですけど、自分の世代はまだギリいけるかな。その先はちょっとカツラとか、あのコスプレの人カツラかぶりませんか？はい、僕結構それガチで思ってて、髪の毛いらないんじゃないかなと思って毎日付け替えればいいじゃないですか坊主にして。その方がいいですね。うん、それが普通
通になる世の中になってしまえばなるんですけど、今やったら坊主ってえってなっちゃいますけど、でそれが今日これつけようとか、だからカツラとかそういうウィッグ作る、はい、ウィッグももうね最終的なところまでいったら髪の毛じゃないものになっちゃうかもしれないしね帽子の延長線上みたいな、わかんないけど、もうファッションになります、ね、だからもう薄毛とかだって気にしてる人なんかどうでもいいことになりません？確かに、それかぶっちゃえば要はカツラっていうからちょっと、はい、ってなるけど、それがおしゃれなものだとした場合、認識としてですよ。そうです、みんな被りますよね、意識変わりますよ、ね、そうなんですよ。だからそういう意識革命があった時点でうちらの仕事はちょっと厳しくなるかなっていうのを将来は考えてますね。 AI 以前にもちょっと変わってきそうな気がするんで、そこは、まあ、すぐではないんで、はい、うん、ここはやっぱり10年15年になるといろんなことが変わってくるかなっていう気がします。はい、これで今塗り終わりましたので、このまま放置します。根元の方が上がっちゃったら怖いんで、タオルターバンしない状態でこのまま自然放置をします。でかなり薬たっぷり塗ってますので、この状態で自然放置して、時間を置いてそれから流していくというような感じですね。結構ね、今染めてない髪ですけど上がってきてるので、これでちょっと様子を見たいと思いますので、ちょっと一度これで時間を置きます。色を定着させてから席に戻っていきたいと思います。はい、ちょっとヘナウォーターをつけます。はい、でね、これヘナウォーターとヘナジェルつけていくと髪質が本当変わっていくので、それが分かっていただけるかなと思います。ヘナウォーターつけた後にヘナジェルをちょっとつけますね。このような感じで結構今回の濃度が濃いので、かなり、結果が出せるんではないかなと思います。リニューアルが3回してるので、はい、今回いいです。かなり理想の形に仕上がったかなと思ってます。でカットはしていない状態ですね。Thank you.